ねえ剣心、なんでござるか薫殿。あなたのその飛天御剣流って誰から教わったの？それはまあおいおい。何を教えてくれないのケチ。いやそういうつもりでは。もういいわ、自分で調べるから。この爆笑衝撃のキテレツ流派100連発江戸時代編で探せばあっという間よ。薫殿、触覚の拙者が言うのもあれな話でござるが、無駄遣いは控えた方が。というか爆笑ってキテレツって乗ってないわ。当たり前でござるよ。と言いつつも今ちょっと安心した自分が嫌でござる。こうなったら次回の第3話「活心流再始動」がお送りされるまでに調べておくわ。やれやれでござる。